エバンズは、アメリカ海軍の護衛駆逐艦、d 0 9 5衛駆逐艦の6番艦。艦名は名誉勲章を受章した、海軍中佐アーネスト E ・エバンズにちなむ。エバンズという名の艦は、本艦で3隻目だが、アーネスト E ・エバンズによるものは、本艦のみである。エバンズは1955年4月8日に、ワシントン州シアトルのピュージェットサウンド、ブリッジドレジング社で、寄港。 1955年9月14日に H、ヘンドリックソン夫人によって命名、浸水し、1957年6月14日に、艦長 H カイウィリン少佐の指揮下収益した。エバンズは1957年8月4日に、母校のサンディエゴに到着し、西海岸沿いに大焼け身を行った。 最初の長期配備は1958年1月21日から6月27日まで行われ、マリアナ派遣軍の一貫として太平洋の国連新宅等治療で活動する。エバンズは日本、香港、フィリピンを訪問し、韓国海軍艦艇との合同訓練を行った。二度目の極東配備は1959年1月8日から6月13日まで行われた。 2月7日には、レーテワンで官名の由来となった、エバンズ中佐の慰霊式に参加した。エバンズは、フィリピン海軍と訓練を行い、台湾海峡で紹介を行い、香港での短期停泊後、沖縄での訓練に参加した。1960年4月14日、エバンズは再び西太平洋への巡航を行い、任務は7月21日まで行われた。同年の残りは、 沿岸での作戦活動に従事した。エバンズは1968年9月に退役し、予備役艦隊で保管された。その後1973年12月3日に除籍され、1974年にスクラップとして売却された。ありがとうございます。